はいスター5リスクブソリューションフロームオープンソフトウェアハードウェアということで木村が発表させていただきます。よろしくお願いしますはい、えっと、まずはですね、われわれスター5という会社について簡単にご紹介をさせていただきます。えっと、日本でスター5という会社はですねあまりあの聞かれた方ご存知の方いらっしゃらないと思うんですけれども えと実はですね、この,あのスター5の,あの前の会社の名前はです、ね、サイファイブチャイナといいます、えーと。サイファイブっていうのはあのもちろんあのリスク5のサイファイブのことでして、それの1グループというふうに考えていただいて、まあ、ほぼ間違いないというふうに思います。でえー、サイファイブ自体はです、ね、あの世界中に、えー、ブランチオフィスを持ってまして、えー、と例えば フランス、イギリスとか、あと台湾にもブランチオフィスを持ってまして、まあその一つとしてですね、あの、中国国内に、えー、サイファイブチャイナとして、えっ、ー、と2018年に、えー、スタートしたというのが始まりになっておりまして、ただ、あの、スターファイブ、このサイファイブチャイナというのは、それ、えっ、ー、と、それ以外のブランチとは少しあの、立ち位置が違うというところがありまして、あの別にこれはあの、 えとサイファイブ本体の,あのブランチオフィス設立当初からの目標ではあったんですけれども、あの最終的にはサイファイブチャイナに、えー、と中国国内の、えー、マーケティング、セールス等々をすべて、えー、と任せることにする、でえーとまあ、そういう意味では、その最終的に、えー、サイファイブチャイナにも経営能力を持たせるというふうなところが、えー、と一つの、えー、設立意図になっております。 なので、2020年にですかね、s フ i イ China から Star5 へとブランド名を変えて、そういうふうに活動を行っております。で別にこのブランド名を変えたと、s ァ i ブっていう名前を変えたっていうのは別に、 サイファイブ本体と仲が悪いとかそういうことではなくてですね。あの、もちろん、あの、今でもサイファイブ US チームとのコミュニケーションというものも密接にとっておりますし、えっ、ー、と、綿密に、えっ、ー、と、リスク5のプロダクトについて、えー、US 側ともコミュニケーションを取りながら活動を行っております。なので、えっ、ー、と、まあ、サイファイブグループがオリジナルになっておりますので、えー、もちろん、あの、 US 側の開発している IP CPU コアの取り扱いもわれわれ行っておりますで、えっとま。中国国内での主なあの販売とかあのサポートをメインにしているんですけれども、まのえっと、US の IP を扱うだけではなくて、Sci5China、えっと、STAR5 Sci オリジナルのえ CPU コアとか SOC というものも開発しております。 そういう意味では、あのかなり、えー、と会社としては大きいグループになっておりまして、えー、と社内、スター5の社内にも、えー、オリジナルの CPU 設計チーム、ソフトウェア開発チーム、かなり大きなものを保持しております。でえーとまあ、そういう意味では、そのまあ、中国国内でのプロダクト、主に中国市場での、えーとえー、CPU コアの販売とかになるんですけれども、そちらに注力している会社というふうになっております。 でえー、とあのもうちょっとあのスター5のプロファイルについてお話したいたしますと,、えーとまあ、2018年に設立なんですけど私自身の入社が2019年でして、えー、とその当時はですね、えー、と中国国内に、えー、と上海と成都、えー、に、えー、ブランチオフィスを持っておりまして、えー、と当時の、えー、社員数はだいたい50人ぐらいで、えー、と,となっておりました。しかしかあの それからですね、いろいろあの、えっ、ー、と、しなんでしょう、あの、投資とかも受けてですね、えっ、ー、と、どんどん拡充しておりまして、えー、2021年現在では、あの、ブランチオフィスの数も増えまして、えっ、ー、と、上海、北京、 生徒えー、潤徳とあと新生ですすねここういういろにブランチオフィスを持っておりますで、えー、中国国外にもですね、えー、とマレーシアとシンガポールにもデザインセンターを持っておりまして、えー、とグループ全体の社員数でいうと今、大体200人を超えるぐらいの、えー、メンバーが揃っております、まあ、そういう意味ではかなりあの最近にかけて急成長しているというふうに言っていいと思います。 はいなので、えーと、先ほど申し上げた通り、えー、とおり、我々あの US チームのデザインだけでなくて、ですねあのオリジナルのデザインを、えー、いくつか持っておりまして、えー、今日うは、えー、主にそちらの話を、えー、ご説明したいと思います。なので、s c i ブグループがオリジナルではあるんですけれども、本日お話しすることをあの、中国国内での設計チームの話になりますので、えーと あのサイファイブ u s の方にとかあの日本の代理店さんの方とかにあの問い合わせても全然回答できない話だと思いますので、えっと、もし興味のある方いらっしゃいましたらあの中国のセールスチームの方にお問い合わせをお願いいたします。はい、えー、というわけで、えっとえー、中国国内におけるわれわれのスターファイ5の位置付けというふうなものがこちらに出ているんですけれども。えー 我々スター5はですね、ファブレスの、えー、と IP、SOC を提供する、えー、ベンダーというふうな立ち位置になっております。えっ、ー、と、中国国内で、まあ、最終製品まで提供するグループっていうのは、まあ、いろいろあってですね、えっ、ー、と、アリババであるとかファーウェイ、えー、そういうところが最終的なプロダクトまで、えー、と提供する会社ではあるんですけれども、我々スター5といたしましては、あくまで、えー、と IP、 とえーとまあ、チップレベルですね、えー。そういうところまでを提供するというふうなファブレス,ブレスベンダーというふうな位置,位置づけになっております。でえーとまあ、この図で言うと、ちょっとその SOC カンパニーとして NVIDIA が入ってたりとか、インテルがいたりとか、まあ、ちょっとそこら辺はいろいろとあの議論の余地がありそうなんですけども、まあ、とりあえずあの我々としてはそういうふうな位置づけで活動しているということになります。 っ、はいえー、と我々の、えー、と活動に関しまして、いくつかあのご紹介させていただきます。でえー、とまずはですねそのオープンソースというリスクファイブというエコシステムに対して、まああの、スター5というグループ、そして中国があのどのような活動をしているのかというものについて、簡単にご紹介します。でえー、とこの図自体はそんなにあの非常にジェネリックな図なので、あんまり、えー、と情報量はないんですけれども。 まあ、あの、2010年にリスク5がスタートいたしまして、えっ、ー、と、それから、あの、これまでにかけて急成長をしてきたというふうなものになっております。で、えー、スター5自体はですね、2018年の設立でして、まあ、このあたり、えっ、ー、と、からスタートしてきてるんですけれども、それから、あの、一気に急成長しているというところで、えっ、ー、と、現、現在だと、その、リスク5のボード上で Linux が動いたりだとか、あとは、 AI アプリケーションの、えー、プロセッサーとしてリスクファイブが使われるというところで、えー、どんどん進化しているというふうなことになっております。で、えっ、ー、と、中国国内もですね、えっ、ー、と、非常にリスクファイブ注目度が上がってきておりまして、まあ、あの、他の命令セットアーキテクチャだとライセンスの問題がいろいろ厳しかったりとか、そういうふうなところもありまして、えー、リスクファイブを使おうというふうな、えー、企業がどんどん え、増えているというふうな状態になっております。で、その中でもですね、スター5グループ自体は、あの、サイファイブがオリジナルというところもありまして、えっ、ー、と、まあ、設計とかデザインとかいうところで一歩抜きに出ているというふうなところになっております。はい。 というわけで、えーとまあえー、我々のグループ自体はですね、えー、と先ほども申し上げたとおり、ハードウェア設計グループとソフトウェア設計グループ、非常に大きなものを持っておりまして、えー、双方からリスク5のエコシステムに対して貢献を行っていこうというところで活動を行っております。 はい、それではですね、えっと、次に、えー、我々スター5グループの持っているプロダクトの一部について、ですね、えー、ここでは簡単にご紹介させていただきます。 で、えっ、ー、と、あらかじめその、断っておくというか、ちょっとあの、申し訳ないなと思うのがですね、えっ、ー、とい、いくつか本当はここで、えっ、ー、と、かなりの量の、えっ、ー、と、ラインナップをご紹介しようと思っていたんですけれども、なかなかちょっとあの、スケジュール、発表のスケジュールの関係とかもありまして、えっ、ー、と、本日ご紹介できないプロダクトとかも実はたくさんあってですね、えっ、ー、と、なかなか、 今日喋しゃべれることは多くないんですけれども、あのそれらに関しても、です、ねえっと今日だけじゃなくて、えっと、12月のリスクファイブサミットの方にも、ですね非常に多くの,あの発表、ソフトウェア、ハードウェア含めて、いろんなコミュニティの発表とかも、えっと我々スター5グループ、えっと、用意しております。なので、えっとまあ、そちらも含めて、リスクファイブサミットでの発表も含めて、我々のえっの、と、動き、ぜひ、えー、注目していただきたいと思います。 はいでは最初にですね、えーと、リューベシリーズというものをご紹介いたします。こちらはあの中国オリジナルのリスクファイ5プロセッサーコアのものでして、えーと、おそらく去年にはもうこのシリーズ自体は発表されていると思います。でえー、とリューベというものはですね、えーと、なんだろう、大熊座とかそういう意味でして、あの北斗七星の こう意味で、えっ、ー、と、このリューベシリーズというもの自体はですね、その北斗七星のまあ一番明るい星だろうみたいな、そういうところから来てまして、えっ、ー、と、まあ、ハイパフォーマンス向けの CPU コアというふうなところの位置づけになっております。なので、えっ、ー、と、用途としては、クラウドエッジデータセンター、え、あとは通信で AI アプリケーション、 というふうなところのハイパフォーマンス向けというふうなところでシリーズを展開しております。はいこちらが DUBE の基本的なスペックになっておりますで、えーと。いくつか仕様が並んでいるわけなんですけれども、えー、TSMC の7ナノメートルのプロセスで 3.5GHz 動作を想定しております。 で、えっ、ー、と、パフォーマンスは大体こんな感じですね。えっ、ー、と、まあ、あんまり数の数値の比較はしてないんですけれども、かなり RISC-5 コアの中でも高い性能を要する CPU コアとなっております。で、パイプラインのいくつかの詳細ですけれども、 64bit ultra high p e r f o で Linux ケイパビリティということで、えー、と私もあの社内のデモで Linux がブートしているのを見たことありますので、えー、ともう Linux も立ち上げることができるというふうなデザインになっておりますで12ステージパイプラインアウトボーダーのスーパースカラーデザインで、えー、と命令発行幅等々に関しましては大体こんな感じでして、えー、とかなりアグレッシブな非常に性能の高いプロセッサーとなっております でそれ以外の機能ユニットに関しましては、ハイパフォーマンスフローティングポイントユニット、そして RV ベクトルエクステンションバージョン1.0に完全対応したハードウェアが搭載されております。でサポートバーチャリゼーションということで、えーとまあ、ここら辺の機能に関しましては、えーと、こちらの ISA のサポート状況が出ているんですけれども、 えー、RV64GCBVHN というふうなところに対応しております。えー、B が、えー、とビットマニピレーションですね。えー、とこちらと,、えー、と V がベクトル拡張。そして H が、えー、とハイパーバイザーになります。ハイパーバイザーを搭載したリスク5のコアというのはまだあの世界的に見てもほとんど出てきていないので、えー、とこちらかなり、えーと か,かなり早めにサポートをしているコアだというふうに位置づけられています。で、えー、と私もあの、えー、と社内でもかなり、えー、とハイパーバイザーの使用のディスカッションについてはあの早い段階であのフォローアップが始まってまして、えー、ともうあの実装まで完了しているというふうな状態になっています。あの 私も社内で、えっと、ハイパーバイザーのデモというか、Linux 立ち上げて、えっと、KVM 動かしたりとか、そういうふうなものも見たことありますので、えっと、もうすでにサポートが完了しているというふうな状態になっております。で、リュウベイのパイプラインの構成について、まああの、このパイプラインブロックからはあんまり多くの情報は読み取れないと思いますが、 あとまあ、あのー、スカラー整数側のエンジンとして、ALU とかいろいろ積んでいて、LSU、えー、L1D キャッシュ等々が載っています。で、独立した、えー、フローティングポイントが2機載っています。そして、えーと、ベクトルユニットですね、ベクトルのアリスメティックユニットが2機、そして、ベクトルの LSU が1機搭載されているというふうなあの、大まかな構成になっております。 で性能のところなんですけれども、先ほどもちょっとご紹介したんですけれども、えー、DMIPS6.5 でスペックイントが、えー、31.2というふうな構成になっていまして、かなりリスク5コア、これまで発表されている中でも、えー、高い性能になっております。で、c o r e m a コアが7.57ということで、こちらも、えー、かなり高い、えー、パフォーマンスが出るコアになっております。 はい。えー、リューベイに関しては、だいたいこんな感じです。で、もう一つ、えー、次にですね、えっ、ー、と、SOC についてご紹介させていただきます。えっ、ー、と、我々、JH7100 という SOC をリリースしております。こちら、えっ、ー、と、今年の頭ぐらいにですね、すでに発表があったと思います。あの、多分、シングルボードコンピューターの、えっ、ー、と、プロダクトとしてリリース、 の発表があったと思いますそれの SOC ですねその SoC の部分についてのご紹介です。でえー、とこちらですね、えー、と28ナノのプロセスで製造されておりまして、搭載されているプロセッサーが、これ、Sci5US の U74 という、えー、CPU コアを2機通、搭載しております。 で、えっと、L2 キャッシュが2メガバイトで1.2ギガヘルツで動作するというふうなことになっております。で、えっと、Linux 等々のオペレーティングシステムが動作するということで、えっと、それ以外にも各種 IP、スター5オリジナルの ISP、Vision DSP、コーデック等々ディスプレイエンジンなどなど搭載しております。 でそれ以外にも、われわれオリジナルの、えー、ニューラルネットワークエンジンも搭載しておりまして、えー、とここでは書いてないですけれども、確かあのリリースでは、NVIDIA がオープンソースで公開している NVDLA とかあの、そういうふうなエンジンも、えー、搭載されております。でそれ以外にも、えー、と足回りだと LPDDR と、えー、USB3.0、2.0、ホストデバイス、えー、Ethernet というふうな IO を搭載しております。 で、こちら、えっ、ー、と、シングルボードコンピューターが、確か今年の頭ぐらいに、えー、と発表があったと思うんですけど、ちょっと今、えっ、ー、と、どういう状況かは把握してませんが、日本国内での入手はちょっと難しい状態になってるのかなというふうな理解ですが、まあ別にこれは、あの、問題があったからとかそういうことではなくてですね、あの、我々、えー、継続してこの SOC のシリーズ、えー、開発しております。 でえー、とそのうちの一つとして、これもすでにリリースがあったと思いますが、SOC、次のバージョンとして、JH7110 というふうなものもすでにリリースされております。でえー、とこちら、IO とかあの AI 周りを強化したバージョンになっておりまして、えー、さらに多くのペリフェラルを搭載しております。 であそれ以外にも、えーと、より性能の高い 3DGPU とか、オーディオ DSP というものを搭載しております。で足回りの強化でいうと、PCI Express2.0 を2機、HDMI2.0 のビデオ出力を搭載、そして、えー、と CPU コア自体も U74 を2機から4機に、えー、と増やして、ハードやキャッシュコヒー練習を取れるような構成になっております。 で、まあ、あの、ここ、スター5の NNE が、あの、取り除かれてるみたいなこと、わざわざ書いてあるんですけど、まあ、いろいろと、あの、内部の構成変更があったんだと思いますが、まあ、こういうふうな、あの、後継バージョンも開発しております。はい。で、えー、っとですね、あの、本日、あの、もうちょっといろんなプロダクトを紹介したくてだ、 たかったんですけども、あの、この SOC の JH7110 の後継バージョンとかもですね、実は、あの、継続的に開発を進めているんですけれども、ちょっとあの、スケジュールの関係でですね、あんまり本日、えー、たくさんのプロダクトの紹介もできないような状態になってしまいまして、えっと、ソフトウェアエコシステムの話とかもですね、本当はあの、えー、紹介したかったんですけれども、これらについてはですね、えっと、 えー、リスクファイブサミット、えー、12月7日からスタートなんですかね。えっ、ー、と、こちらの方でですね、スター5グループがいくつか発表を用意しているようです。なので、えっ、ー、と、まあ、本日の発表も、えっ、ー、と、もちろん、えっ、ー、と、 いくつかあの同じものを発表されると思うんですけれども、えー、リスクファイブサミットでの発表の方がより新しい情報を、えー、含んでいると思います。なので、えっと、ぜひ、えー、興味のある方、えー、そちらを、えー、チェックしていただければと思います。なので、えっと、そうですね、あのこ,これらの,あの話に関しましても、ですね興味のある方、ぜひ、えー、とスター5のセールスチーム等々、あの コンタクトを取っていただけると、えー、何かしら反応があると思います。で、えーとまあ、私もです、ねえー、と今日こうやって喋ってるんですけれども、私は単なるエンジニアでして、ですねちょっとセールスはしてないので、なかなか答えられないところもあるんですけれども、あのいろいろあのセールスにコンタクト取ることができますので、えーと、興味のある方はぜひご連絡いただければと思います。はい えとすみません、ちょっと早めになってしまうんですけれども、本日の発表以上になります、えーと。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました、えーと。いろいろな製品のご紹介をしていただきあの、いろいろ有効な情報があったと思いますが。えー どうですね、ちょっと皆様の方からは、えっ、ー、と、質問がまだ来ておりませんので、えっ、ー、と、先ほどのあの、AI 向けになるんですかね、あの、NNE、ニューラルネットワークエンジンでしたっけ。それについては、 分あの,、まあ、多分あのいろいろおっしゃられない、えー、お話しできない内容もあるかと思うんですけど、ど,どんな感じのものですよねそうですね、すいません、も <laughs> 私もですねこちらの SOC の詳細な IP の使用については把握しておりませんで、すいません、えっと、そうですねちょっと申し訳ないです。私も情報を持って でないっていうのが正直なところですいませんあんまりお答えできないですねはい分かりましたありがとうございますえっとですねそうですねあとは、うん、あの最初のところの えっと、スター5さんの、えー、What do we do っていうところに書いてあったことなんですけれども、こちらはですね、あの、えっ、ー、と、なんかデザイン、えー、サービスというか、なんか設計そあの、外から受けて設計っていうのをされているんでしたと。なんかちょっとこの中に出てきている、その、えっ、ー、と、いろいろなお客さんの話があって、 すいませんなんなかあのお話そう,いう設計、設計、はいえっと、そうですね、設計請負いとかは、すみませんわななあのい、いろいろと私も把握してないことが多くて、申し訳ないんですけれども <laughs> やや、やろうと思えばできるのかもしれないですけど、すみませんわ、えっと、今のところ、請負いとかデザインサービスっていうのは聞いたことがなくてですね。 えっと、やってないかもしれないです。なので、あくまで、えっ、ー、と、社内での、えー、開発っていうふうなところですね。えっ、ー、と、今のところ、把握しているのは。はい。ありがとうございました。あえっ、ー、と、あの、えー、オンラインの参加の方からの質問が来ております。来ております。えー、でそちら、ちょっと、あの、えー、お伝えしますけども。 これはの、えー、とご質問ですけども、s、えー、ァ i 5製の CPU と比べて、えースタ、スター5製の CPU の差別化ポイントはありますかというご質問です。はい。えっと、そうですね。スター5といたしましては、えっとまあ、 中国マーケットにより、えー、と対応していく中国のマーケットにより、えー、と適用したデザインを設計するというふうなところが、えー、とメインになっておりまして、えー、とそ,そういう意味では1つ構成の向けというふうなところが1つ、えーとまあ、あの要求にあるというところでですねこの構成のコアになっております。でこちらもで えとサイファイブ製に比べてより高い性能が、えー、と要求されているというふうなところのありまして、そうですね中国オリジナルで、えー、サイファイブ製の CPU よりも高い性能を出していこうというふうなところで開発された CPU になっております、はいあの要。要求スペックとしてあの、まあ、中国への,あの それがまあ高めになっていると。もちろんあの、はい、高い性能だけのものではなくてです、ねえーと、先ほど紹介した通りこのシリーズというふうに名前が付いてまして、えーと、今回ご紹介したものは、あくまで、えー、と最高性能の、えー、と CPU コアになります。でそれ以外にもさまざまな性能に対応した CPU コア、現在、えーと、設計中でございますので。 えっと、そちらもあのどんどんリリースがなされていくとので、そちら、えーっと、注目していただければと思います。はいはい、はい、ありがとうございました。はい、えっ、ー、とそれ、それ以外の質問が特に来ておりませんので。 それではあの、公、えー、演時間が終わりということで、はい、えご講演どうもありがとうございました。ごいいただきはい、ありがとうございました。